北仙台、北仙台とは、宮城県仙台市青葉区にある北仙台駅を中心とした地域を指す総称である。北仙台、北仙台駅、長町、長町駅、原町、陸前原の町駅は、江戸時代の仙台城下町の辺縁部にあり、国道、国鉄、仙台市電、市鉄、バス系統等の集積によって、仙台市の郊外ターミナル都市昭和期まで拠点制を、 もって発展した。しかし、パイパス開通や市電、私鉄の廃止、バスターミナルの閉鎖などで、交通結節としての地位が低下した。さらに、仙台市が1989年、平成元年に、政令指定都市移行する際、仙台市が主導して形成する副都心として、長町副都心、大白区、泉中央副都心、泉区、愛子副都心、 青葉区宮城地区が、宮城県が主導して形成する副都心として、仙台港福都心、宮城の区が指されたが、副都心に指定された4地区と違い、バブル景気期にあって、新市街地形成や広くて、直ちに再開発施行できるエリアが存在しなかった。北仙台と原町は副都心に指定されず、市内における拠点性は失われていくことになった。北仙台は現在、 仙台市都心部に近接するマンションが立ち並ぶエリアとなっている。また、北仙台商店会に加盟する店舗や仙台、浅草など商業の集積を呈している。北仙台という地名は存在していない。JR 北仙台駅から半径800メートル、徒歩10分相当にある頂点を一家に示す。同範囲内にあって、北仙台と名のつく建物。 施設がない調庭は、背景を灰色にしてある。また、同範囲内にあって、北仙台と、名のつく建物、施設がある実町町の住民基本台帳人口も、合わせて示す。仙台市地下鉄南北線、北仙台駅南一出入口や JR、仙山線北仙台駅駅舎があり、かつて、仙台市電北仙台線、北仙台駅前電停や仙台鉄道、 北仙台駅があった昭和町がこのエリアの中心的な位置にいる。なお、大原一丁目の北部や大原二丁目は地下鉄南北線、大原駅が最寄り駅であり、柏木一丁目、堤通山宮町の南部、上杉六丁目の南部などは地下鉄南北線、北四番町駅が最寄り駅である。民間において、マンションアパートなどの建物、店舗や、 金融機関などの施設に北仙台と名付けている例は昭和町に集中している。以下、北仙台と名付けられた民間の建物、施設の中で、各町長において JR 北仙台駅から最も遠くにある例を示す2014年時点。民間が任意に命名しているものであるが、北仙台と名付けられた建物、施設の分布は昭和町の東、南、 西には、徒歩県より狭い範囲にしか広がりを持たないが、北側の郊外方面には、徒歩県を越えて、荒牧本沢街道や旧欧州街道に沿って、広がりを持っている。1931年、昭和6年、宮城郡奈北田村、現、泉区の一部のうち、仙台市の西から北にかけて接する旧荒牧村域、及び旧北根村域を、 同村から分割して同市に編入合併した両エリアとも現青葉の一部。市はこの両エリア内に設置した施設のいくつかに北仙台駅の徒歩圏かどうかに関かかわらず北仙台と命名している。市が北仙台と命名した主な施設には以下のようなものがあり、いずれも民間で北仙台と命名されている建物、施設より郊外側に位置する。 仙台城下町を南北に貫いて、北に向かう道には、西からの四本があった。包み通り以外は、梅田川の河岸段丘で、仙台城下町の北の橋を形成する七北田丘陵、大玄段丘及び、北山丘陵上に並ぶ寺社の段丘外科の門前で、道の北端となる。これらの道や様々な工事の北端は、北山通により、東西につながり、唯一寺社に、 寄り道の北端が形成されない筒見通りに集約され、大元給料を超えて、欧州街道、正木道となっていく。すなわち、北山通と筒見通りの交点は、仙台城下町の北の出入り口となっており、江戸時代からの仙台の北の交通の要衝であった。明治時代に、欧州街道が陸海道に改称した後国道、後の国道4号となり、 大正時代に入って、仙台軌道、後の仙台鉄道が、青葉神社門前に、通り町駅を設置。昭和に入り、旧欧州街道の東に近接する宮城郡7、北田村内に、国鉄、仙山道線、後の JR 仙山線の北仙台駅が設置され、仙台軌道の北仙台駅も設置された。1931年、昭和6年に、 仙台市が七北田村荒巻等を編入合併して北仙台駅が仙台市内となると高東大通りがそれまでの北端だった北四番町より北に延長され1937年昭和12年にはその新設道路を通って仙台市電北仙台線が新設されて北仙台駅前電停も設置されたこのように軌道と道路が集積した当は 仙台の北の交通の要衝としての地位を得た、津々温泉という宿泊施設も開業した。北仙台駅は山形県方面からの行商が乗り降りする駅であり、1950年代は50人ほどが同駅を拠点として、北仙台周辺を売り歩いた。しかし、1960年代の仙台では、スーパーマーケットが急増し、当地でも1966年、 昭和41年に、東高チェーン北、仙台店が開業して、流通環境が変化した。高度経済成長期以降は、北仙台駅北側の本山製作所、跡地は、仙台市青葉体育館、仙台市武道館などになっているにおける、本山闘争や宮城交通本社などの労働争議の舞台となる一方、広大な旧荒牧村野球泉町の丘陵地の、 宅地開発により、それらのニュータウンからバス路線が集まる仙台市内の代表的な交通渋滞地区となった。そのため、毎朝のラッシュアワーには自動車、バス、電車の集中による人と乗り物の混雑と、労働葬儀の土豪で騒然とした地区となっていた。1980年、昭和55年、市は本山製作所の移転を前提として、 同地を含む6ヘクタールの再開発計画を策定し、北、仙台を、市の、サブコア、副都心とみなして、地下鉄開業までに整備するとした。しかし、元山製作所の移転の実現を見ぬまま、1987年、昭和62年に、仙台市へ地下鉄南北線が開業。さらに石井徹市長。 1984年12月23日から1993年7月3日のもと、政令指定都市以降を目指して1988年、昭和63年3月1日に、泉市を仙台市に編入合併する過程で、泉市の中心部を副都心化するバーター、泉中央副都心三省が生まれ、1990年、 平成2年に策定された仙台市総合計画2000で、北仙台は副都心の地位から都心北部の交通拠点地区へと格下げされてしまった。現、宮城県道22号仙台線線が国道4号となって拡幅され、国道4号仙台バイパスも開通するなど、自動車交通の分散が行われ、当地への車の流入は減少し、また、 元山製作所や宮城交通が移転して、労働葬儀も見られなくなった。静けさを取り戻した現在は、仙台市都心部北川のマンション林立地区へと変化した。また、2011年、平成23年の東日本大震災後時点での行商は、山形県からの一人を残すのみとなった。なお、仙台軌道の通り町駅北仙台駅間の、 線路沿いと考えられる道沿いには、現在も仙台浅草という下町的な商店街があり、長町福都心の旧秋穂電気鉄道沿いに発達した商店街と並んで、昭和における仙台市内の郊外ターミナルだった歴史が対比されることがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。